ここからは新型コロナの最新情報をお伝えしていきます今日の感染者お願いいたします、はい、過去最多を更新しました全道での新規感染者は4098人となりました、うん、死亡が9人、高齢の方を中心に死亡が9人となっています道内の感染者は4000人を超えるのは5日ぶりということになります内訳、札幌が2204人、旭川160人、函館170人 小樽が過去最多更新しました80人となっています、うん、そして5つの振興局で100人を超えているという数字が出ています変わってクラスターです、えー、今日も多いですね札幌医療機関高齢者の方が関係する施設旭川では病院のクラスター、うん、あそして函館も亀田北病院でクラスターが出ています 医療機関、高齢者施設でのクラスターの発生、今日も多くなっています。そして札幌市内の学校への影響です。小学校が一二三四五六七校ですね。はい、新たに学級閉鎖、学年閉鎖が追加されました。現在百七十八校、四百三十六の学級が札幌市内閉鎖をしています。では直近一ヶ月の感染者カレンダーでも見てみましょう。 はい、改めてになりますが、きょう過去最多を更新しましたこの右上に書いてあるのが前の週の同じ曜日と比べての増加率なんですが、はい、確かに108%、101%、108%と小さくはなってきているんですけれども、うん、でも、まだ過去最多を更新する油断はまだまだできないなという状況ですね。そうですね北海道もも過過去去最最多多ままた全国的に見てもまだ過去最多を更新する 地方の地域というのがあるんですよねそうですね、はい